小さんがガムを噛んでいる姿もかっこいいですし、後ろ姿でも魅力的です。特に神くんの挨拶の仕方はとても可愛らしいです。ファンと楽しそうにハイタッチする彼の姿に心が溶けました。アメリカでの素敵な出会いについて語りましょう。今回は3人のアーティストがアメリカにいます。彼らは一緒にアメリカの音楽フェスティバル、コーチェラに参加し、 日本で一番好きな音楽グループであるニューマーアンダーライン愛として活動しています。彼らの姿は3人だけでいる時とは異なるオーラを放っています。彼らは忙しくてもファンサービスをきちんとしてくれる姿勢が素晴らしいです。しかし、ファンの皆さん、彼らを押し倒すのはやめてあげてくださいね。人気者であることは大変ですから、スタッフの方々も頑張っています。 彼らはファンとの距離を非常に近く感じさせてくれます。彼らが来ると、ファンの方々はうちわを差し出し、サインをもらったり、子供たちと仲良くしたりしています。私も彼らの人気ぶりに驚きましたが、その姿に心が溶けました。海外のファンとの距離感は本当に羨ましいですね。彼らは立派な大人であり、海外での経験も豊富ですが、 私は彼らのために心配してしまいます。しかし、ファンの皆さんは素晴らしいサポートをしています。お互いが平和であることで私も幸せな気持ちになります。特に神くんの挨拶の仕方はとても可愛らしいです。まるでゼロ距離。ファンと楽しそうにハイタッチする彼の姿に心が溶けました。 日本ではハイタッチをすることはできませんので、羨ましいですね。翔さんがガムを噛んでいる姿もかっこいいですし、後ろ姿でも魅力的です。彼らは本当に優しいですね。ファンの一言が彼らを支えていることを考えると、私も幸せな気持ちになります。彼らが世界に羽ばたく姿を応援しています。これからの夢への第一歩ですね。 私たちも日本から応援しています。彼らは疲れているにもかかわらず、きちんとファンサービスをしてくれる姿は本当にすごいです。このような姿を見ることができて、本当に感謝しています。英語を話したとき、翔くんのアップでの目のキュンキュンが本当に愛らしいですね。無理に押し寄せたりはしないし、ファンの皆さんも素晴らしいですね。 子供たちへのサインを書く翔くんの姿は彼らしいと思います。翔くんとハイタッチした男の子は幸せですね。彼らの人気は本当にすごいですね。翔くんは本当に素晴らしいですね。ナンバーアンダーライン愛はとても人気がありますね。イベントに参加できた方は本当に幸せですね。羨ましいです。 彼らはたくさんのファンサービスをしてくれるアメリカでの素敵な出会いについて語りましょう。今回は3人のアーティストがアメリカにいます。彼らは一緒にアメリカの音楽フェスティバル、コーチェラに参加し、日本で一番好きな音楽グループであるニューマーアンダーライン愛として活動しています。彼らの姿は3人だけでいる時とは異なるオーラを放っています。 彼らは忙しくても、ファンサービスをきちんとしてくれる姿勢が素晴らしいです。しかし、ファンの皆さん、彼らを押し倒すのはやめてあげてくださいね。人気者であることは大変ですから、スタッフの方々も頑張っています。彼らはファンとの距離を非常に近く感じさせてくれます。彼らが来ると、ファンの方々はうちわを差し出し、サインをもらったり、 子供たちと仲良くしたりしています。私も彼らの人気ぶりに驚きましたが、その姿に心が溶けました。海外のファンとの距離感は本当に羨ましいですね。彼らは立派な大人であり、海外での経験も豊富ですが、私は彼らのために心配してしまいます。しかし、ファンの皆さんは素晴らしいサポートをしています。 お互いが平和であることで私も幸せな気持ちになります。特に神くんの挨拶の仕方はとても可愛らしいです。まるでゼロ距離。ファンと楽しそうにハイタッチする彼の姿に心が溶けました。日本ではハイタッチをすることはできませんので、羨ましいですね。翔さんがガムを噛んでいる姿もかっこいいですし、後ろ姿でも魅力的です。 彼らは本当に優しいですね。ファンの一言が彼らを支えていることを考えると、私も幸せな気持ちになります。彼らが世界に羽ばたく姿を応援しています。これからの夢への第一歩ですね。私たちも日本から応援しています。彼らは疲れているにもかかわらず、きちんとファンサービスをしてくれる姿は本当にすごいです。 このような姿を見ることができて、本当に感謝しています。英語を話したとき、翔くんのアップでの目のキュンキュンが本当に愛らしいですね。無理に押し寄せたりはしないし、ファンの皆さんも素晴らしいですね。子供たちへのサインを書く翔くんの姿は彼らしいと思います。翔くんとハイタッチした男の子は幸せですね。彼らの人気は本当にすごいですね。 翔くんは本当に素晴らしいですね。ナンバーアンダーライン愛はとても人気がありますね。イベントに参加できた方は本当に幸せですね。羨ましいです。彼らはたくさんのファンサービスをしてくれる。